今回の舞台は広島県の中東部に位置する府中市上下町。木々も色づき、秋本番の景色が広がるこの町で、メビウスの2人を待っていたのは、何これ、すごい得体の知れないものが。これだってガムテープじゃない？ガムテープとビニールシートで作ったけど、でも他にもさ、ウルトラマンじゃん。すごい。見て、消毒って書いてある。コロナ禍のならではの。こんにちは。こんにちは。はじめまして、メビウスと言います。こちらでは何が開催されてるんですか？実は明日から、上下かかし祭りが始まります。先週土曜日から矢野温泉公園四季の里を舞台に開催中の上下かかし祭り。一般公募で集まった手作りのかかしが一堂に会す上下町毎年恒例の一大イベントです。どのぐらい前から行われてるんですか？今年で第50回に。50回、すごい。50年続いてるお祭り。はい、そうですね。歴史あるお祭りですね。はい、秋 の、まあ、収穫まで見守ってくれていたかかしに感謝を込めまして始められたイベントですね。豊作の守り神として昔から親しまれてきたかかしへの感謝を込め、50年続く地域伝統の祭り。地元の子どもたちや住民グループが手掛ける作品の中には、毎年その年の世相を反映したユニークなかかしが数多く出品されています。すごい。これかかしなんですか？かかしです。福山からこの大人がやっていただきました。軽トラに乗って、これってさ、お金持ちの家の玄関にあるやつ。芸術作品、美術館に。こちらはね、もう名人さんが毎年干支と二作品いつも作って。すごい、ちょっと感動した。鳥肌が立った。これがね、田んぼにあったらちょっとびっくりするけど。確かに。こんにちは。こんにちは。はじめまして、メビウスと言います。かかしを作られてる最中ってことですか？だいぶセッティング済んだんだけど、修正いうか。イベント開始を翌日に控えたこの日、作品の最終仕上げに来ていたお二人。地元の住民グループの仲間と一緒に手掛けたというこちらの作品のタイトルが、プラシマ太郎。プラシマ太郎にかけてプラシマ太郎。海を汚さないで。なるほど。すごい。見て、カイバルと一緒にゴミも入れて。ゴミも。これは今の地球の海を表現するところ。そうそう、海をね。私この焼きプリン大好きなんですよ。10月18日の賞味期限。最近食べたやつ。最近食べた。まあこれもメッセージかな。すごくリアルですね。伝わってきます。訪れる人たちが環境問題を考える一つのきっかけになれば、仲間とともに毎年このかかし祭りに参加する思いを聞きました。ここ3年コロナでしょ、ずっとね、かかしならできるかなっていうのもあるし、地元の祭り、かかし祭りもね、こう見てたら数が減ってるからね、まあ1個でも協力しようかな。私らはもう年配ですからね、刺激になると思うんですよ、こう、見られてね、次にね、つなげる意味でね、そうですよね、賞を取るとか、まあできたら欲しいですね。イベント開催中、来場者による人気投票が行われ、毎年盛り上がりを見せる上下かかし祭り。なんと今回、無謀にもメビウスの2人も参戦することに。もちろん人生初の体験なので、スタッフの方の全面協力のもと、オリジナルのかかしを作ります。かかしの土台になります。まず頭から作っていきます。はい、ビニール袋に新聞紙を次々丸めて入れていきます。こんな感じで、日頃の妹へのストレスを、私は私も津田さんへの、みんなそれぞれ思う相手にね。かかし作りはストレス発散にもなるんですね。本当ね、ビニールに入れてたら雨が降ってもでも大丈夫、大丈夫ですね。袋いっぱいに新聞紙を詰めたら、これを土台に装着。ガムテープを使ってしっかりと固定していきます。できた。ここに布をかぶせれば顔部分が完成。続いては、こ
これ使うんだ。これを使って、はい、体の厚みを出します。大きめのペットボトルで体の厚みを再現。かかしってこんな風にできているんですね。体が完成したら服を着せて、今度は腕になる部分をペットボトルで作っていきます。小学校以来だね、工作するの。そうだね、楽しいね。すごい集中してしまう。アーティスト魂に火がついたのか、人生初のかかし作りに没頭する2人。日頃から常に行動を共にする姉妹ならではのあうんの呼吸で順調に作業を進めているように見えていたのですが、いや、せめて腹立つわ、ほんまに腹立つ。違う、今やりやちーやって分かってる、分かってないのにやらせてるって、分かってるって。洗濯所雑なんだって。今からやるんじゃん。こういうものは感性で動かんといけないですよね。そう、こんな感じですか。こんな感じです。一瞬現場は凍りつきましたが、作品は完成に向けていよいよラストスパート。作業開始からおよそ20分。一体どんなかかしが完成したのでしょうか。せーの、広島マイク、マイク。なびく金髪、うん、そして8チャンネルを記した、はい、ね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 、荒れた和語、胸毛、これ忘れてるね。そうね、皆さんのおかげで、なんとかできました。え、そんな玄関口にいいんですか。最後まで優しい四季の里のスタッフの皆さん、一番人目につく会場入り口に作品を展示していただきました。初めてにしてはすごい上手だと。顔を見てすぐ特徴も分かりますし、マイケルっぽさ出てます。出てますね。結構大変なんだなっていうのも分かったし、材料が面白かったですね。そうだね、使わなくなったこういうね、服だったりとか、ペットボトルとか。これって私たちの作品もその審査にかけられるってこと。かけられます。どうしよう、優勝したら。一般投票で決まりますので。一般投票しっかり宣伝。あ、わかりました。ぜひ投票しに、はい、皆さんマイケルに1票。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。汗かきベストかきがむしゃらに、寄り道回り道してきたけど、それでええでよかったんじゃね。お殿様は見とるけん、今行くけん待っとって、会いに行くけん待っとって、一緒に見ようや夕焼け空、今日の終わりに手を振ろう。地域を挙げて、はい、あの皆さんに作っていただいて、これからもずっと続けていけばいいかと思います。たくさんの人に来てもらいたいです。上下かかし祭りで、ま